今パーソナルから家に帰ってきました。こっからね、有酸素に行きます。ただいま。言ってもね、誰もいないですけど、一人暮らしってこういう時たまに寂しく感じるっすよね。ではカルニチン飲んでいきます。活動してるパーソナルジムのボスからモンスターゼロカロリーいただきました。いつも炭酸水とかこの減量中モンスターとかいただいてます。いつもありがとうございます。頑張ります。で、今からカルニチン、まあ、さっきも言ったんですけど、まあカプセルのやつもあるんですけど、液体の前の減量時使ってたやつ飲みます。なんかね、液体の方がなんか効いてる感あるんですよ。めっちゃ汗かく感があるんで、まあこれを飲んでちょっと有酸素いきます。で、今はちょっと外か自転車迷ってるんですけど、まあちょっと今日足トレしてね、ちょっと膝、やっぱ足トレしたらね、こう膝痛いんで、ちょっとバイクしんどいんで、ちょっと外で有酸素してきます。まあまたそれも取ります。で、今外で有酸素してます。まあ、家の近所っすね。まあ外で有酸素するときは、だいたい1時間歩きます。では頑張っていきましょう。まあ、減量入って4週目、まあ次今週で5週目かな。で、今週の金曜日で、残り11週間、まあ有酸素も週3ぐらい今入れてます。まあ膝の調子を見ながらですけど、まあ、もうちょっとハードにできたらいいんですけど、まあ今週3ですけど、まあ徐々に体重は落ちていってるんで、これでまた停滞したちょっと増やしてって感じで、まあ有酸素ばっかりにならないように頑張ります。まあトレーニングが結構ハードにできてるんで、まあそこは結構今調子いいですね。うん。で、今帰ってきました。まあ減量あるあるなんですけど、普段はエレベーター使うんですけど、減量の時はなんか階段で上がったりしてます。ああ、帰ってきた。あっつ。で、ちょうど有酸素、まあ外は強度低いんで60分やりました。で、今から最後の飯食べ、いや最初に風呂入って最後のお飯食べます。また最後の飯もちょっと見していきます。暗いな。うん。ではちょっと風呂に入ります。あ、その前に、いつも風呂入る前に、ポージングだけちょっとやって、そっから風呂入ります。で、今風呂上がりました。なんか顔色悪く見えんな。で、まあ髪の毛も乾かすんですけど、結構日焼け毎週、まあ1回か2回行ってて、実はね、結構俺色白いんですよ。まあ分かる人は分かるっすけど、まあ最近年中1回は、週1回は焼くようにしてるんですけど、すぐ赤なるし、皮めくれやすいんですよ。顔とか特にですね。だからな、これね、去年教えてもらったんですよ。YouTuber みたいになってるけど、無印のオールインワン美容液、敏感肌用。なんかこれ1個で化粧水とか、乳液、美容液が一つになった保湿ジェル。これマジでいいです。知らんかったんですけど、今日の教えてもらってからずっと使ってます。ではちょっと髪の毛乾かして、飯食います。また飯も見せます。ふぅ。で、風呂上がりはいつもこれを膝に貼ってます。これをね、これはボディービルダー仲間の東京にいてるヒデさんからいただきました。ありがとうございます。でもね、足トレ終わった後ね、これがないと本当に
結構辛いんですよね。もう内転、まあ、内転筋が悪くてちょっと膝が痛いって感じなんで、もうパンパンに今張ってるんで、これを張っていつも寝てます。今から飯を食べます。鶏胸肉生の状態で140と米160です。これを食べていきます。よっしゃ。で今から飯を食べます。ちょ、髪の毛はこれ気にせんとくださいね。あの風呂上がりなんで、もうこのスタイル外ではちゃんとするんで。でさっき見せた米胸肉とサプリメント、見えへんかな、サプリメント、いつもこれをここで、まあ、テレビはつけてるんですけど、まあ、YouTube 見ながらいつも食べてます。まあ、最後の飯、なんか飯なんかちゃんとして食べたいんですよ。いつもなんか急いでバーって食べたくないんですよね。だからなんか風呂最後の飯とか風呂入る前には食べたくないんだよね。風呂入って全部終わらして食べたいって感じです。変なこだわりあるんですよ。ではちょっと YouTube 見ながら食べます。ちょっとあまりにも髪の毛キモすぎたんで、ちょっとこの輪ゴムを取ります。で、まあ仕事終わって、まあ夜有酸素するときはいつもこんな感じですね。うん。で今日もちょっと足トレ、まあ今週からちょっとね足を、最近ねハムもシトウも一緒にやってたんですけど、まあ、今週からちょっと分けてます。シトウの日とハムの日、まあ両方やってもやっぱ膝と、まあ、内転筋がもうパンパンに張って、まあ、股関節も悪いんですけど、左の結構痛くなるんですけど、まあその分ちょっとまあ減量入って、まあ、なんて言うと思ったか忘れたけど、まあ減量入っていつも、シトウとハムは分けるんですけど、増量の時は大体一気にやっちゃいます。まあ減量入るとやっぱり、まあ、1回でシトウとハムでやっぱ結構きついし、集中力切れるしエネルギー切れちゃうから、だから分けて効率よくやってるし、まあ減量も結構そっちの方がはかどるなっていう感じで、でまあ今週、まあ今日ですね、今日から、シトウとハム分けて一発目のシトウ、まあ重さ持てないんで基本公開数の足トレになっちゃってます。まあ5月まではもう重量増やすことはできないんで、まあそれでどうにか足作れるかっていうのもちょっと見てみたいし、まあそれしかできないんで、まあそれをやっていってます。でまあメニューとしては、まあレッグエクステンションもね、あの3セット目ぐらいからもうパンパンに張ってきて、その筋肉の痛みというか膝がもうすごく痛くなっちゃうんで、まあ、大体ワンレッグでやったりとか、まあ、両足でやっても、20回かける3とかでやってます。でスクワットもね、もう100持ったらもう痛すぎてできないんですよ。やばくないですか、100今持てないんですよ。一時期は140、160ぐらいで普通にやってたんですけど、もうここ6ヶ月ぐらいもできてないですね。だから今はジャーマンボリュームをフリーのスクワットでやってます。でも60キロですけどね。まあそれでも結構やっぱしんどいですよ。もう筋肉痛、先週からジャーマンボリュームやり始めたんですけど、すごい筋肉痛きたんで、まあ結構おすすめですね。なんか島田さんがその腰が悪いからなんか重いのできなくてそれやってるっていう記事見て、でやってみたらめっちゃ良かったんで、やり方としては15回を膝ノンロック、言伸ばしきらないってことですね。伸ばしきらずに15回やって1分間レスト、なんで1分間休んでを10回繰り返す、 15×10 の1分レストで膝は絶対伸ばしきらないっていうのをやってます。これね、もうメンタルも鍛えられるし心肺機能も鍛えられるし、まあ、足パンパンになるんでおすすめです。まあそれを今メインにやって、その後にレッグプレスで、レッグプレスもいきなりやっぱヘビーもそこまで今持てないんで、まあレッグプレスはまだ痛みちょっとマシなんで、ちょっと結構6セットぐらいやるんですけど、最初は100レップからやってます。100レップ、これは山岸さんに昔教えてもらったやり方で、やってます。100レップやって、
そっから徐々に重量増やしていって20回とか15回、まあ最後だけ10回とか。でももう全部ニースリーブ巻いてます。あのジャーマンボリュームの時も左はニースリーブ60キロでも巻いてます。じゃないとやっぱ痛くなっちゃうんですよねって感じで、まあ今工夫してちょっと足トレやって、まあ今日もできたんで、まあよかったかなって。まあなんか足やると膝の痛みとかやっぱ正直ストレスはすごいんですけど、まあ、なんかこの快感あるっすよね、足トレの後っていうのは。まあでもちょっと毎日が有酸素そんなできない分、トレーニング本当にあのボリューム上げて結構強度高いのでやってるんで、やっぱ疲れてくるっすよね。うん、だからまあ水曜あたりから疲労が結構くるんで、まあ、月曜の背中も結構ハードにいつもやってて、まあ、全部ハードにやってますけど、でまた明日背中今弱くて週2回っていう指示が出てるんで週2回やってるんですけど、でその次は肩で土曜日がハムケツなんで結構ハードですね。まあでも楽しいんでね、ボディービルがね。まあそんな感じでやってます。まあ話すことはそれぐらいかな今日は。大会まで残り11週か。まあちょっとペース上げないとね、うん、まあでもここで焦って食事量とかアホみたいに減らしちゃうと、まあストレスも溜まりすぎるし、うまい減量いかないと思うんで、まあ僕がそれは決めてないんで、まあ、今コーチに言われたことを全部、まあ、今はとかもずっとなんですけどやってるんで、でもそれでうまくいつも言ってるんで、まあ、コーチ信じてそれをしっかり遂行していくのが僕の役目なんで、あとはハードにトレーニングする。で睡眠、まあ、今結構ねやっぱ寝れてるのが一番でかいですかね。減量、まあ、前は末期などまだ寝れないと思うんですけど、もう2時間とか3時間しか寝れない状態で有酸素朝と夜やってたんで、もうメンタルいかれたっすよね。今はそれがなく、うん、夜は寝れてるな。夜に眠たいっていう感覚がずっと減量中去年なかったんで、それが一番悩まされてたかな。うん、まあその辺は今月はちょっと腕痛なってきた。これ今月はちゃうわ、今年はまだないから、まあそれ来てからなんかサプリ使おうかなと思ってます。あのアシュワガンダとかメラトニンとか、普段僕だからそのマグネシウムとかさ、これギャバとか、うん、を使います。それまでは普通に寝れてる時はもう無駄にそういうの必要ないかなって僕思ってるタイプなんで、普通に熟睡できてるんで、その寝れなくなじゃないと体多分慣れちゃうと思うんで、ずっと使ってると。だからその寝れなくなってからそういうメラトニンとかを使っていこうと今回は思ってます。まだ使ってないんでいい感じですね。何週前から使い始めるんかはその睡眠は分かんないですけど、って感じで、まあ明日も頑張っ仕事とトレーニングと頑張っていきます。そうだからちょっと話長くなったんですけど、今日もご視聴ありがとうございました。ちょっと歯磨いたりして、携帯いじって、洗い物して、じゃあ洗い物して携帯いじって寝ます。では。